こんにちは、ウィルツアーです。今回は、鹿児島空港から成田空港に、就航してます、格安航空会社、ジェットスターの、鹿児島から成田行きのですね、料金比較をしてみたいと思います。比較というのはですね、ジェットスターそのもののホームページで予約する場合、これが一般的には安いと言われているんですけど、ウィルツアーで、予約をされる場合の料金比較という形になります。当然当社としてはお客様にメリットがある形でご提供できればというところでの比較を、してですね、証明したいというところでございますけれども、まずじゃ あの私のパソコンに、ページを開いてますので、こちらを手動でちょっと画面切り替えます。すいません。はい、こちらになります。まずですね、1月10日水曜日、適当にこれ選んでますけど、20時15分発22時、成田着、鹿児島から成田です。この時点で4990円の表示になってまして、成田空港の空港税が380円かかりますので、一応何もない状態で、5370円、人が乗って、出発して着くまでという形です。ですので、あとはその荷物ですね、預け荷物とか持ち込み荷物とかはこれには含まれてないという形になります。それでも安いですね。それでは、確認したところで画面戻します。すいません、お疲れ様でした。でウィルツアーではですね、いくらかという形で、ちょっとメモを取りたいと思うんですけど、まず、ジェットスター5370円、ウィルツアーはちょっと画面見ますけれども、この日も一応お安い値段でこの日取れますので、はい、こちらですね。で、少し条件がございますので、書き込ませていただきますです。はい。で、パッと見せます。こちらです。1月10日、当分なんですけれども、こちらがですね、まず、ジェットスターのホームページで5370円、ウィルツアーだと5130円。多少、この日、結構安いんで、多少ですけども、ウィルツアーが安いという形になります。ただですね、このホームページで取られた場合は、決済するときにですね、550円かなの、手数料がかかるんですね。それがプラスになる。ウィルツアーではかかりませんと。もう一つは、荷物がですね、追加する場合は最低限で、プラス2000円かかるんですね。それがウィルツアーの場合はもうこの中に含まれてますので、持ち込み手荷物7キロ、お預け荷物が20キロが無料でございます。で、総合的に考えるとウィルツアーが、この一番お安い価格帯の比較をしてもですね、お安くなってますので、結構その比較した場合にですね、ウィルツアーで取るのが安いという状況が多々ございますので、ぜひお問い合わせをいただきたいと思っております。安い中での比較でもなんとかメリットをお客さん持っていただけるということを確信しております。以上、鹿児島から成田のジェットスターのウィルツアーで撮った場合と、ジェットスターホームページで撮った場合のメリットと料金の比較でした。ぜひお待ちしております。よろしくお願いします。